皆さんこんにちは。黒メガネクロウの京阪神駅前探索。今日は近鉄奈良線の河内小坂駅前に来ています。河内小坂駅は大阪府の東大阪市に位置しています。でご覧の通り古いビルが何棟かありますけれども、こちらは近鉄ビルといいまして、1号館から5号館まであったようです。この正面の広場、こちらに1号館が建っていたんですけれども、今は解体されて更地になっています。暫定的に駐車場になっているようですね。でこちらのビルももう立ち退きは終わっているようで、もう解体を待っているというような、そんな状態でしょう。こちらの方ももう解体の準備を始めているようです。このような光景を見るのももうあとわずか。正面に見えてますのが大阪商業大学です。この左側の空き地を見てみますと、第一ビルは非常に大きかったんですね。まあ、ここの広場いっぱいいっぱいが近鉄の第一ビルだったのかどうかはちょっとわからないんですけれども、でこちらの方ももう白い柵がなされていて、完全に立ち退きの終わっているようですけれども、非常に味があるビルなので解体するのはもったいないような気がしますけれども、杉薬局が入っていますね。ここはまだ営業しているようです。ギリギリまで粘るつもりなのですかね。で正面には移転しました、移転しましたというふうに張り紙がなされています。ここの辺りは完全に撤退しているようです。なんとなく昭和の街が消えていくような感じで寂しい思いもしますけれども、でも新しく綺麗に生まれ変わる駅前になるのでしょう。どんな感じになるのか全く想像もつきませんけれども、やっぱりサラ金ビルはどこでもありますね。線路の反対側に来ますと、非常に商業施設とか、あと飲食店とか非常にたくさんあります。こういう昔ながらの本屋さんも健在です。サンロード小坂、なんとなく田舎町にあるようなそんな商店街ですけれども、こちらの方ちょっと歩いて行ってみましょうか。なんとなく懐かしささえ感じますけれども、このサンロード小坂、この日は土曜日だったんですけれども、開いている店と閉まっている店と半々ぐらいですかね。もっとも営業をもともとしていない空き店舗もあったのかもしれませんけれども、ちょっと寂しい感じがしました。
明るく楽しいショッピングゾーンと書いてあるんですけれども、ちょっと今のところこの明るく楽しさっていうのがあまり感じられないんですけれども、もっとも平日とかでしたらまた雰囲気が変わっているのかもしれません。サンロードはここまでです。この先にはもう住宅地、そして先ほどのサンロードに並行してこちらにアーケード付きの商店街があります。このサザンモール小坂、ここが先ほどのサンロードに並行して、ここを行くと駅まで戻れます。非常になんかゆっくりと時が流れているような、そんな雰囲気な商店街ですよね。やっぱり日曜日閉まってるところ多いんですかね。いずれにしてもちょっとこのまま駅の方に歩いていきたいと思いますけれども、ここは呉服屋さんなんですけれども、最近思うんですけれども、呉服屋さんに洋服が売ってるというのはいかがなもんなんでしょうか。呉服では食っていけないので洋服を売る、それならもう呉服屋の看板を外せばいいと思うんですけれども、まあそんなことは大きなお世話ですよね。こちらにも呉服屋さんがありますね。もうここも洋服売ってますよ。浴衣と洋服と、まあ着物を着る人は今の時代はほとんどいませんもんね。これも時代の流れです。和菓子屋さん、和菓子屋と書いててケーキを売ってたら面白いんですけれども、さすがにそんなことはありませんか。でここに書いてあります通り、島良太郎さんの家がこの近くにあったようです。でその自宅を改装して記念館というのがこの近くにあるようです。ここの通りには飲食店とか不動産屋とかポツポツありますけれども、ただここまっすぐ行きますともう住宅街になります。正面にはマンションなんかも見えてますけれども、力持ち食堂なんかもあります。さあこのまま駅の方に向かって帰りたいと思います。以上、近鉄奈良線の河内小坂駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。